今答えてください。ここにいらっしゃる限りは質問を続けます。そうであれば他社にも迷惑をかけますので解説をさせていただきます。はい、他はいかがでしょうか。市長すいません、はい、記者として退席をさせていただくんですが、カメラについてはいかがでしょうか。毎回終わってから投票率下がりましたって悲しくなりませんか。今回は投票率上げるんですよ。爆上げにしましょう。でその結果選ばれた都知事だったら当然文句もないですよね。全国から見てもらって政治に意識を向けてもらう、そういう機会にしたい、しなければならないというふうに思っています。NHK の石田と言います。石丸市長は現職で北区の市長をやれていらっしゃると思いますけど、ただ任期が、東京都知事選にかぶる形になると思うんですけど、ただ、選挙のためにはいずれ、東京にこう拠点を移されたりとか、でそのためには今の現職を辞任しなきゃいければならないかなと思うんですけど、そういったタイミングについてはどのようにお考えでしょうか。はい、可能な限りこの現職は務めたいと思っています。ただ実際いつにするかというのはまだこれからの調整です。それ少なくともこう6月にはとか来月にはとか、そういったところもまだあまりないです。6月20日が告示ですので、はい、6月にはもちろんですね。6月中ぐらいには、までにはっていう感じですか。そうですね、はい、わかりました。さすがに前日とかだと移動するだけでも大変なので、やはりバッファーは必要だと思いますが、それこそ小池知事が出馬表明された前回って1週間前とかだったかな、告示の1週間前とかというケースも、あるようなので、自分の公務を見ながら、はい、調整をしたいと思います。次お伺いしたいのが、ないとおっしゃってたと思うんですけど、どこかの政党から出るとか、そういう支援を受けるでしたりとか、東京で、選挙活動するにあたって、後援組織団体でしたりとか、あるんでしょうかというのをお伺いしました。はい、政党の支援は受けません。無所属で立候補します。というのは少し理由を説明すると、往々にしてこういう大きい選挙というのは国政の影響が強いわけなんですが、国政の代理戦争をしている場合じゃないというのが私の危機感としてあります。決して国政を軽んじるわけではありません。念のためお伝えしておくと、ただ今の与党野党、それぞれ主張があって、で政権交代だと言われてます。それは結構なんですが、政権交代してその先どうするんだろうと、一体この国を立て直していくのに何年かかるんだろうと、そこに巻き込まれてしまってはもう間に合わなくなると思います。変える変えないの議論が始められなくなってしまうので、あえてそこは距離を取らせていただきたいというのが私の考えです。ただそうすると、今ご質問の中にもあったんですが、選挙戦というものは非常に難しくなります。厳しい情勢になります。組織というものを持たない立場だからです。実際今政治家をやってはいますが、秋田赤田市長選挙に出た時の講演会というものは実質今機能はしていません。4年前の選挙の時に手伝っていただいたというところで活動は止まっています。なので改めて4年ぶりに東京都内、もしくは東京県、もちろん全国からでも構いませんが、手伝っていただける方を募集していくというのがこれからの動きになります。つまり、今の時点では形としてはこういう組織とかこういう団体グループと一緒にやるとかってわけではなくて、これから募集していくというか集めていくというのが形というんでしょうか。はい、そうです。どこか大きな組織に頼りたいところもあるんですが、やはりこれは市長をやってた時に実感したポイントで、特定の勢力が近くにあると政策の舵取りが難しくなると思います。で今回の話で言えば、ものすごくマクロの政策になっていきます。そうした時に、本来そうあるべきなんですが、是々非々というもの、これをしっかりとやっていく必要があるという考えですので、どこかの勢力
に、まあ、組みしてもらうというのはなく、まあ、理想としては、まあ、草の根というんでしょうか、多くの方に興味関心を持っていただいて、東京都の方はもちろんなんですが、それ以外の方にもこの選挙、この政治に注目してもらいたいというのが私の願いです。初心の表明の中で、多極分散が、人口減の対策になるという趣旨の話があったと思うんですけど、まずその理由と、まずはその具体的な部分は今後検討して、考えていきますというような話だったと思うんですけど、今の時点で、ね、が少しでも具体的に、例えばこういうことをまず都知事になったらやってみたいという質問が何かあれば、ちょっとお伺いしてもいいでしょうか。はい、まずその理由のところなんですけども、少子化の背景は複雑です。いくつもの要因がそこにはありますが、一つの現象として分かりやすいのは、都市部に若い女性が集中しています。その男女それから年齢層の偏在が婚姻数の減少、まあ、日本の場合はそれがおおむね少子化につながるんですけども、なのでそこをリバランスするその必要があるという思いですいます。でもうちょっと言うと、実際、この前の消滅可能性自治体の話でいけば、秋田方市と広島市、社会的な増減ですね、人の行き来がなければ秋田方の方が人減らないんです。要は出生率が高いんですね。広島市の方が若い女性減るんです。ただ広島市は外から据えるので、その減少率がマイルドになります。秋田方は逆に吸われるので激しくなります。なので若い女性、まあ、もちろんそれだけではないんですが、例えば一つそれを再調整するような仕組み仕掛けが講じられれば、その 人口動態の中のアンバランス、これが是正されるので、もちろんすぐに効くわけではないんですが、少子化の一つ対策にはなろうかと思います。少し言葉変われば、合計特殊出生率も田舎の方が高いんですね。はい、まあ、確かに子育てをしやすいというのもありますし、あとは子育て支援も財政各自治体苦しいながらも、それこそ巨人東京大都市に負けないように精一杯振ってますよ。もう全振りって言ってもいいぐらい財政をそっちに傾け出しています。でそういうところに、あとは何かきっかけであったりベースがあれば、人口移動というのが、まあ、緩やかにではあるんですが起きていくんではないかと見ています。こんなところでよろしいでしょうか。ありがとうございます。読売新聞の話です。ちょっとマクロの話とミクロの話になりまして、まあ、都知事選に臨むと決めた以上、その都知事選の公約ですね、つまりその難問の大きな柱があって、まあ、あの住みやすい世界に住みやすいとか、育種する是正というのがありましたけど、それぞれの項目、ざっとどういうふうに考えているかということが一つで、ミクロの話としては、その今現在6月の10日から、議会が始まって、秋田から議会が始まると言って決まってて、それに対してどう挑むのか、まあ、つまりそれ以前に、まあ、市長の実施するのか、その辺の、スケジュール的なものを教えてください。はい、まず1点目の方なんですけども、公約、まあ、カチッとしたものはそれこそ告示に向けて固めていきたいという考えです。ただ私のその意識というかビジョンとしては、これはもう大枠できてます。皆さんよくご存知なんですね、政治再建、都市開発、産業創出、やはりこれはどこに行っても変わらない基本のメソッドなのかなと思います。政治が歪んでれば当然その先全部うまくいかないわけです。なのでこの、まあ、3つの基本方針って言っていいんでしょうか、はい、これを軸に公約をまたここから整理していきたいと思っています。ちなみにこれも誤解を招いてはいけないので先にお伝えするんですが、今の東京都政、東京都議会と言っていいんでしょうか、そこに目立った問題があるという認識でいるわけではありません。私もこの1年間ちょっと東京都議会の様子は割とチェックしてきた方です。それこそ議事録は一通り目を通しています。でその感想をちょっとお伝えすると、お世辞を言うつもりはないんですが、さすがだなという印象です。さすが首都だなと。それはひとえに、まあ、議員の方であり
おそらく執行部の職員の皆さんの働きぶりがそこに現れているんだろうというふうに感じました。まあ、知事の答弁だけではなく、まあ、知事の答弁むしろ少ないんですが、各局長ですか、所管部署の答弁と議員の質問がしっかり噛み合って、そして議員の方の質問も実に多岐にわたって、東京都の課題、大きいものから小さいものまで、時間軸が短いものから長いものまで、本当に網羅してあるなというふうに受け止めてますので、そこを問題視しているわけではありません。で、2つ目の秋田方市議会が今度始まりますがどうだというところなんですが、これはまあ調整をしていくというところです。で、どこと調整するかというと、一番大きいのはやはり職員です。はい、残される職員といろいろ議論をし、どういう体制がいいのか、どのように進めればいいのかというのを整理をしたいと思います。先ほど東京都の方を褒めたんですけども、秋田方市の職員も今相当に頼もしくなってますので、はい、そんな彼らと話をして最後どうするか決めたいという思いです。他にはいかがでしょうか。あざしの名前です。まあ、都議会の議事録など読まれてきたと伺いましたが、いつ頃からこの東京都知事選っていうのは考え始めたんですか。4年前です。4年前の時から結構ずっと頭の中にはあって、いつか挑戦するかもしれないとは考えていた。はい、4年前は私都民でしたけども、2020年のこのタイミングですね。まあ、そっちが先だったんですけども、はい、ただそれは実現可能性というか、自分の本気度としてはもちろん低いですよ。会社辞めてないので、立候補してないので。ただ頭の中には当然選択肢としてありました。で、これも話すの長くなるのでしませんが、はい、そもそも秋田方市長選挙に出た背景に、その根底に政治に対する問題意識があったからですね。はい、4年前の都知事選のタイミングでもちょっと考えはあったと思います。はい、1週間前の会見の時はまだ全てが選択肢にあるというおっしゃってましたが、この1週間でじゃあ何が変わった、どういうことが決定を固めるのかというところですか。はい、一番大きいのは時間が経過しました。はい、これは大きな要因です。東京都知事選告示日まであと1ヶ月というところまで迫った。そして自分の、まあ、公務ですね、その都合を見てもだんだんと、まあ、残りの任期の中でそれが消化されてきている、この時間の経過があって決意を最後したという状態です。ちなみに東京都民だった時期というのはいつになるんですかね。いつからいつまで。ニューヨークから帰ってなので、2018か9かぐらい、2年間ですね。あ、その前もいました。はい、なので通算東京都にいたのは10年ぐらいですね。はい、今は小池知事はまだ態度を明らかにしておりませんが、小池知事、小池都政についてはどのような評価、どのような考えを持たれてますか。これでもむしろメディアの皆さんに聞きたいというか、メディアの皆さんが評価して記事にしたらいいんじゃないんですかっていつも思うんですけど、それこの人間に聞く意味がなくあるんですか。ちょっといや意地悪で聞いてみるだけなんですけど。当然小池知事出るかどうか分かりませんけど、はい、当然小池知事も出た場合は当然小池知事をこのまま続くよりは自分の方が良いと思っているわけですから、そこをどう考えているかをお聞きしたい。なるほど。と、小池知事がこれまで2期8年されてきたところの一番の差異を言えば、今私が前段で申し上げたところになると思います。都民ファーストはもちろん大事ですよ。東京都、東京都知事なので。ただ東京都だけでは生き残れないんです。当たり前ですけども、その時に都民ファーストをするんであれば、それ以外のことも大都市東京は考えないといけないじゃなかったのかなという思いです。はい、うちだけにはいかないですよね。一大需要地である東京都、その都民に供給しているのはそれ以外の地域じゃないですか。関東圏だけでなく北海道から本当沖縄までってなった時に、やはりそのバランスを、そのリーダーたるものを考える必要はあるのかなという思いです。あと市長辞職のタイミングはまだ決まってないところですけど、
まあ、基本的にはまあ20日必要で、まあ、それ以前に辞める場合はまあ議会、まあ、議長の許可が必要かと思いますが、だからまあちょっと、まあ、議会が議長をすんなり認めればいいですけど、まあ、20日ちょっと見た方がいいのではないかと思うんですが、そうするとどうなるんですかね。6月、5月中に辞職願を出すとか。議会辞職認めないですかね。まあ、そこは分かりませんが、めっちゃ辞めてほしがってませんでしたね、それこそよかったら皆さん取材に行ってあげてください。辞職要望をしてきた団体もありましたよね、RCC と中国新聞今日来てますよね、はい、ぜひ取材に行ってみてください、はい、あちなみに RCC まだこの前のヘッド伺ってないんで今伺ってもいいですか。あ、はい、はい、RCC の家森と申します。この間の検討としたのはおそらく公開質問状でいただいた文書かと思います。こちらにつきまして5月の8日付で期限内にですね書面にて回答をさせていただいています。はい、それをいただいたのでじゃあ今お答えすると全く回答になってないです。はい、お伝えすると、印象操作であるとかなり変更的な報道になっているという評価をしました。実際コメント欄は RCC への批判であふれています。これをどのように受け止めていらっしゃいますか。文書にて回答させていただいた内容、今答えてください。答えられないと残りの時間が過ぎていきます。文書にて回答させて、ここにいらっしゃる限りは質問を続けます。そうであれば他者にも迷惑がかかりますので解析をさせていただきます。ではお疲れ様でした。はい、まだお越しください。ではすみません、戻って、はい、他よろしいですか。なので議会とのあれはもういいですか。なので普通のロジックでいけば早く辞めるっていうのは認めるものなんじゃないですか。だって問責まで出してたんですよ。問責出してて、で議長も本人の問題なんだから辞めてければ辞めろって、これ中国新聞だったかね、記事にされてたと思うんですけど、そしたら辞めるっていうんだったら早く辞めやってなるんじゃないですか。はい、他はいかがでしょうか。市長すみません、はい、記者として退席をさせていただくんですが、カメラについてはいかがでしょうか。同様です。同様です、はい、お疲れ様でした。すみません、同じく朝日新聞の中村と申します。先ほどおっしゃった他局分散のところで伺いたいんですけれども、人口移動が緩やかに起きるようにという話を先ほどされたかと思います。でそうすると市長が考える他局分散の政策というのは、その直接的に働きかけて他局分散を促すというよりも、他局分散につながるような仕組み作り、枠組み作りを目指しているという理解でよろしいでしょうか。はい、おっしゃる通りです、はい、何か具体的なもの、内容とかがお話しいただける範囲でいただけるとありがたいんですけれども、はい、まず小手先のインセンティブは無駄な金になると思います。今いろんな自治体が移住を促進しようと補助金を出したりしてるんですが、それはもともと移住を考えてた方がちょっと楽になるっていうぐらいだと思います。今まで考えてない人がよしじゃあ移ろうとはやっぱりならない、なりにくいんですね。なので今ご指摘あった通り、もっと大きな枠で環境を整える必要があると思います。具体的に申し上げれば、さっきの都市開発産業創出、そこに、衣食住がちゃんと回る環境がある、もっと言えば仕事があるですよね、当然子どもがあれば学校とかもいるんですけど、そういった状況をすでに各自治体にあるにはあるんですが、そこにうまくつなげていくというのが必要なんではないかと思っています。基本的にこれまでの施策というのは、せいぜい都道府県ごとだったと思います。先ほどの、知事連合の方では、もう少し大きな枠で、ただそれでも共同というところまでは私が読んだ限りはまだ至ってないのかなと思うんですけど、例えば、一つ本当に小さなというか個別の例を挙げれば、やはり福岡市ですね。あそこの町は本当に町として発展をしています。もう見れば分かる感じで、なので人も増え続けているんですね。そうした例を参考に、その環境を、全く同じようにはもちろんできないんでしょうが、はい、他でも作っていく。でそれは単独の力だけじゃなくて、東京都の方からもそれをアシストすることができる、それが人もの金、どのレベル、もしかしたら情報も含めて手を貸せるかというのはこれから実際考えてみないとわからないんですが、そのマインドセットは必要だろうと考えています。
国旗としては各知事だったりと連携を強めてそういったことを目指していくということですか。はい、そうです。分かりました。もちろんその筆頭は広島県であり広島市です。はい、馴染みがあるので、広島ばっかり優遇しようという話ではないです。毎日新聞なんです。すいません、ちょっと本質問、ちょっと本筋からもしかしたら外れるかもしれないんですけども、まあ、先ほど、まあ、一定の、まあ、政党に組みすると、まあ、政策が歪んでしまうって言って、市丸市長、まあ、政治のエンタメで場を掲げてらっしゃって、まあ、当然党改革に向けてもそういったエンタメの要素をまあ盛り上げていくかと思うんですけども、まあ、今回 の、まあ、この都知事選にあたって、この選挙プランナーだったり、まあ、例えば、まあ、有名な方だと、まあ、松田川さんだったり、そういった選挙プランナーに依頼されるご予定とかもすでに依頼とかされたりしているのでしょうか。いえ、そうはなっていません。まあ、もちろんこの先どうしようかというのはあるんですけども、まあ、ただいずれの選択肢を取ったとしても、いわゆるこれまでの選挙にはしたくないというか、しない方がいいんだろうなと思ってます。なぜならば今までの選挙を続けた結果、つまんないな、興味関心が損なわれてきたんではないかという、これはかなりの疑いというか、そこに原因があると考えているからです。そうではなくて、本当に有権者の方を向いた、都民の方を向いた選挙、なんならそれを東京都外から全国から見てもらって、政治に意識を向けてもらう、そういう機会にしたい、しなければならないというふうに思っています。ちなみにこれも誤解がないのに、これしょっちゅう言わないといけないと思うんですが、政治のエンタメ化というのは明言してます、言い切ってますが、それは単に面白おかしく茶化せばいいという軽薄なものではありません。断言しておきます。そもそものエンターテインメント、もてなすという意味です。もてなしの意識、その最たる例は本来政治であるべきです。しかしながら今の政治にそれがあるようには感じられません。それは一国民としてそう思ってますし、思ってきました。であるならば、改めて国民と向き合う、都民と向き合う、でその様をいろんな人に見てもらう、そこから政治の再建が進んでいくんだというふうに考えています。すみません、ちょっと追加なんですけども、まあ、今まあ、全国の人に見てもらうという形で、でまたおかしいなと、まあ、そういった方々から、まあ、協力してもらおうということで、今、まあ、市長、まあ、すごい SNS との、まあ、マッチが、まあ、すごいあると思うんですけど、まあ、例えばその YouTube で呼びかけたりとか、そういった、まあ、具体的な方法とかっていうのは、YouTube の、まあ、例えばの話で、うん、YouTube でそういった協力を求めますとか、そういった呼びかけだって、なんかそういった具体的な戦略とかっていうのはあったりされるんでしょうか。具体的な戦略は今現在まだ持ち合わせていません。ただおっしゃった通り、 SNS、YouTube を使って、まあ、人を集めるというか力を借りるっていうのは基本の戦略になるかと思います。はい、全く基盤がありませんので、はい、それしかないというのが正直なところです。ありがとうございます。後ろお願いします。すみません、ホームテレビの顔です。先ほど無所属での出馬を明言されたと思うんですが、これは既存政党からの推薦なども受けないということでよろしいでしょうか。はい、そこをすごく悩んだんですが、私もあまり詳しくなかったんですけども、公認推薦ぐらいまでがいわゆる政党の推しなんですよね。でその下に、言葉としては支持みたいなのがあったかと思います。もし可能であればこの支持というものを求めていきたいなという考えです。どちらの政党でも構いません。本来的に、本質的に今私が話してきたような考え方、東京都と地方の発展を願うと、その考え方を支持してくださる方であれば、党であれば歓迎したいと思います。ということは、まあ、支持をこれから求めていくということで、ただその、まあ、いろんな党に支持を求めた際に、その党の方針であったりとか、まあ、もちろん複数政党の、支持を求めた場合、そこで相反していくようなこともあると思うんですが、そうなった場合は、どのように対応というかされるおつもりでしょうか。すみません、言葉足らずでした。支持を求めていくというのは、正確に言うと今ここで表明したというこの行為です。改めて個別の政党にお願いしますと
というふうにはおそらくならないんじゃないかなと思います。なぜかといえば、そうすると距離感が個別に生まれてくるからです。であるならば、今ご指摘いただいた支持している政党同士の摩擦関係なくなれるはずです。地方と東京、これらを一緒に考えてみようという発想、これに乗れるかどうかです。乗れないんであればそれは結構です。乗れるっていうんであれば、正直後のところは、まあ、さまつとは言わないです。ただそれはまた後で議論してください。今急がないといけないのは地方の衰退を止めることです。これを止めないと東京都も持たないんです。日本が崩壊するんです。この危機感が共有できない党であれば結構です。はい、ありがとうございます。これについて何度も言って申し訳ないんですけれども、まあ今この表明があってですね、まあ、もしかしたら A 党 B 党 C 党が石村市長を支持しますってなった場合、この A 党 B 党 C 党の支持はするけども方針が違う場合もあったりしますよね。そういった場合っていうのは、まあ、考えてないかもしれないんですけれども、どのように対処されたことでしょうか。方針というと、その、まあ、東京と地方の関係をどうするかという中での方針ですか、はい、それともそれ以外のところ。東京と地方とどうするかという関係という点と、それ以外の考え方も、まあ、党となってくる経済政策であったりいろんな考え方があると思うんですけれども、まあ、そこも、相反していく可能性は、支持は石丸市長を支持するけども A 党 B 党 C 党のそれぞれの政策についての考え方は違うというふうな場面も出てくると思うんですけれども、そこはその石丸市長がもし、都知事になられた際に、そこの党の考えというのはあまり、影響、市長の政策に影響はないのでしょうか。はい、基本的には意に介しません。介してはならんと思います。それは国政でしっかりやっていただくべきだと思います。それを都政に持ち込み出すからややこしくなってるんじゃないんですか。もちろん都議会の中に政党色があって会派があるのは十分理解をしています。ただ本来的に何回も言ってますが、二元代表制において首長と議会は相反する対立する概念です。議員議会は全員が野党であり与党なんですよね、本来的にですよ。ってなった時に、そこで毎回議論をストップさせてはもう間に合わなくなってくるので、そこはもう超えていきたいと思います。今のお話をお伺いすると、まあ、都知事になられた際もその選挙の時の支持以下によって石丸市長の政策が変わることはありません。ないと、はい、ありがとうございます。で、ちょっと広島のメディアですんで、ちょっと広島の目線でちょっとお話をお伺いしたいと思うんですけれども、秋田方氏の市長選不出馬を表明されて、で今日正式に都知事に立候補されるというふうな意向を示されたわけですけれども、秋田方市民の方ですね、取材をした際にもう一期やってほしかった、このまま政治再建財政立て直しであるとかやってほしかったというふうな市民の方の意見もかなり伺うことがあったんですけれども、まあ、そういった声に対してですね、石丸市長自身の今のお考えであるとかご感想など受け止めを伺いますでしょうか。はい、おそらくそうした市民の皆さんの声気持ちというのは、秋田方氏を何とかしたいと、これからもできる限り残したいという願いだと思います。で、その願いは私が今からやろうとしていること、ここにつながっています。自信を持って断言します。なので決して秋田方氏の皆さん市民に対して申し訳ないという思いは全くありません。むしろそのためにやるべきことがある、そのように考えました。今のお話を伺って大変恐縮なんですけれども、先ほどのお話があった際に、東京都知事選までには、市長辞職するということ、任期あと、6月に辞職すると2ヶ月ほど残しての辞職という形になるわけですけれども、そこに対して秋田方市民の方はですね、なかなか最後までやり遂げることが、市長としてあるべき姿なんじゃないかというふうな声も聞くことがあったんですけれども、そこに対しての今のその意見に対する市長の受け止めはいかがでしょうか。その気持ちは分かります。そうおっしゃるケースが多いという認識は持ってますが、実際問題残り2ヶ月じゃあそこにいたら何かが変わるのか、感情論ではなく理性の話で現実問題変わらないと思います。
8月9日最終日、私が市役所で花束をもらって見送られる、私の満足度がちょっと上がるぐらいだと思います。それでより大きなチャンスを逃すわけにはいかないっていうのは誰が聞いても分かる話かと思います。今言ったですね、まあ、少し秘書任期を残して辞めるのはどうなのかというふうに言ったら、今のご回答で、石丸市長のお考えでというふうに受け取ってもいい。じゃあ少しだけ補足すると、確かに残りの任期はあるんですが、それでも離れられるという思いが、強い思いが今はあります。先日もお話しした通り、残りの職員が副市長以下しっかりとあの町を支えて引っ張って今いますので、はい、市長が今そこにいなくてもすぐさま市長はないと考えています。わかりました、ありがとうございます。カニはいかがでしょうか。東京から参りました、東京新聞の原田と申します。よろしくお願いします。まあ、都知事選まだ候補者は出揃ってないんですが、前回6割の得票、議席を獲得した小池知事がも出る可能性があります。野党も共闘して、まあ、それに対抗する候補者を立てると思われます。まあ、そういう強敵がいる中での今回の選挙戦の勝算、どのように考えているんでしょうか。勝算があったらそれほど楽なことはないですよね。こんなに記者会見力入れたり、昨日のイベントから戦略考えないです。出たとこ勝負でいくと思います。はい、ないからあの手この手を今講じています。全力を尽くすだけです。で、大事なのはしっかりと選挙をすることです。都民に十分な選択肢を提供する。で、その中で都民が決めるだけなので、はい、何人出ようと出まいと、私の役割というのはそれで十分なのかなという思いです。ありがとうございます。選挙戦、今までにない選挙戦をおっしゃってまして、まあ、具体的にはこれからだと思うんですが、まあ、市長が交流のあるインフルエンサーの方を巻き込んでですとか、まあ、そのような、まあ、ことぐらいしか私はちょっと記事で思いつかないんですが、どのような具体的なプランがあるのかっていう、ちょっとアイデアを教えていただけないでしょうか。はい、やはり鍵となるのは情報の扱いだと見ています。なので今日皆さんをお招きしたところです。まずはマスメディア、そしてインターネットメディア、どっちがどうというものではなくて、両方とも今の社会において必要不可欠な存在です。それをフル活用して国民の意識を選挙に向ける、今までできてましたか。毎回終わってから投票率下がりましたってニュース報道されるじゃないですか。悲しくなりませんか。ね、選挙の前にやりましょう。それ今回は投票率上げるんですよ。爆上げにしましょう。で、その結果選ばれた都知事だったら当然文句もうないですよね。これがいいんだって言って、ただ今までそうなってたんだろうかと、で、選択肢が十分に提供されてたんだろうかという思いが有権者としてあったので、誰もやらないんだったら自分がやってみようというふうに思いました。なので情報をうまく扱う、で、それは東京だけに限らないです。全国民の意識を東京都知事選に向かわせたい、そんな思いを描いています。ありがとうございます。労働通信の上脇と申します。ツイッター X なので、国政へのステップアップとしての都知事選の出馬なのではないかという声も見られるんですけれども、その点についてはお考えはいかがでしょうか。違います。違います。それ一体どういう、まあ、気持ちは分かりますよ、それも。ただ私が国政目指して何をしたいか今じゃ見えてますか。でもしそれが後ろにね透けて見えるんだったら、その読み正解ですけど、当てずっぽうで言われてますよね、多分ね、そういう意見って。はい、なのでそんなことはないです。これでもし私が、まあね、最近言われてたね、都知事の次は、ね、初の首相かみたいなドラマを描いてそうだったら、そういうふうに言ってもらって構わないんですが、はい、この前の、ね、広島1区で一騎打ちだっていうのは、あれ勝っても毎日勝ってもですよ、首相にはなれないですよね、絶対に。はい、なのであれは分かった上で、はい、いろんな方にいろいろ想像を巡らせてほしいから言ったまでです。なので、はい、これで国政なんていうことは全く考えてません。もう一つなんですが、個別の政党への支持を求めることはないというふうに先ほどおっしゃいましたけど、
今日までの間にどこかの政党とそういった支持についてのやり取りもされてないということでしょうか。何部か相談はさせていただきました。どこの政党かというのは今の時点では明らかにはできない。そうですね、相手方があることなので私の方からは控えたいと思います。わかりました。はい、ありがとうございます。何度もすみません、朝日新聞の中村です。小池知事とは今までお話しされたことってあるでしょうか。ないです。先ほどの他局分散の話、他の知事だったり首長の方とは、そういったアイデアを共有して賛同を得られたとか逆に批判があったとかそういったことっていうのはいかがでしょうか。オフィシャルな場でこれを議論したことはそんなにないですね。もちろんそういう話はします。もちろん なぜならば全員課題認識が共通だからです。はい、私がなので特に個別 の親しい方とかそれこそ LINE とかなんか SMS でやり取りしてる方に、話をしたらぜひやってほしいとかそれこそ東京都知事の出馬を昨日話したあたりでものすごい連絡をいただきました。それをやらないともう地方が持たないというのはもうほとんどの自治体で共通認識になっていると思います。実際、さっきの消滅可能性自治体発表された時に各道府県の知事コメントされてたと思います。丸山知事も会見でおっしゃってましたよね。単独でどうにかなる話じゃないと、東京一極集中が根っこにあるので個別では限界があるというふうにおっしゃってました。その意味では、東京都外ですけどもかなりほぼ全部共有しうる問題意識だろうとは思います。市長のアイディアを今支持表明されている知事だったりとかっていう方は具体的にいらっしゃったりしますでしょうか。はい、いらっしゃいますがまだ個別のやり取りの中なのでちょっと私の方から今発表がしかねます。もしこの先賛同しますみたいな声を上げてくださるのであればそれこそ SNS とかで、それぞれの記者会見とかで言及していただけると私としては助かるかな。ちょっとこっちから言うのは控えようと思います。ありがとうございます。ホームテレビの岡村です。先ほど、共通さんの、質問に対してのちょっと確認なんですけれども、私の先ほどの質問で、支持はこれから求めるような動きはしないとおっしゃったと思うんですが、ただご相談はされているというところでその辺ちょっと違いというか、何て言うんだろう、表立っていうというか真正面からぜひ応援してくださいっていうような言い方はしないということです。はい、あくまでもこういう考えなんですけどどうですか、乗れそうですか、同意してもらえそうですかっていう、そこの境目は難しいんですけど、はい、だから同意になったりとかっていうことは、では全くないということですね。はい、あくまで私はこういう考えなんだけど応援してくるんならどうぞというか、はい、そうです、はい、この基本のポリシーに同意できるか否かですね。なので支持という言葉が、ちょっとね、なんか言葉のランク的には何かあるんですね。支持とか支援とかっていう、正直その差もあんまりわからないので、ただの支持というふうに捉えていただいた方がいいかと思います。わかりました。今の話を受けて改めて確認なんですけれども、だからそういった政党の政策とかに考え方に石丸市長自身の政策が縛られることはないということですか。はい、その通りです。わかりました、ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。NHK の森下です。すみません、私この前の会見すべて見てなかったので、不出馬の件ですね。秋田方の方で、その今年のこう後継候補を取られたりとか、その今後出る方について、私の後継ですとか載せたような形の方を表明ないし、そういったことをすることって、考えられるでしょうか。これ NHK 厳重注意ですね。その前の会見に言ってます。はい、でも改めて今全国に伝わるかと思うのでお伝えすると、はい、今のところありません。ただ真に志のある方、意思と能力のある方は当然に応援したいと思います。はい、ちなみに最後僕から1個だけ聞かれるかなと思って待ってたんですがなかったんで言うと、今日なんでネクタイ紫なんですかとかなかったですね。気にならなかったですか。今まで緑でやってきたんですよ。前回の選挙の写真も緑で、緑をねつけること多かったんですが、もろかぶりじゃないですか政党に。都民ファも維新は黄緑か、でもそっちとかぶってしまうので自分の好きな色だったんですが今回諦めました。で代わりに何がいいかなと思った時に、
赤と青を足した色で紫にしました。その国政政党、大きな政治の動きで右か左かという議論があります。まあ、アメリカなんか分かりやすく赤と青ですけども、はい、そこに縛られるんではなくて、もっと大事なもの、それを右も左も合わせて実現していく必要があるという思いで紫というものを選んでみました。なんか僕の期待通りの反応で、ネットの界隈で、ね、右か左かみたいな、それぞれがなんかディスり始めてるっていう現象が起きてます。大歓迎です。むしろそうやっていろんな方が、まあ程はありますよ、やりすぎるのはもちろんダメなんですけども、ただ関心持ってないよりかは100倍マシです。これまでそうなるようにいろんな発言をしてきました。右に寄ったり左に寄ったりで、実際じゃあこの人間が右なのか左なのか判定できないと思います。なぜならば自分の中に両方あるからです。多くの日本人は右か左か、ね、この両方100-100だとしたら、大体この中間の、ね、バッファー30ぐらいで揺れてると思うんですよ。プラスマイナス100だとしたら、プラマイ30ぐらいで、それが実際の社会であり、私個人においてもそうです。ね、なんかなんだっけな、百田直樹さんの小説、僕すごい大好きですけど、あれ好きだったらね、全員保守なのかならないですよね。で違う本好きだったらね、そうなのかって、その左右を議論するのは結構なんですが、極論に寄りやすいので、ちょっと落ち着いた方がいいんだろうなと思います。たった一つの軸で評価できるほど人間って簡単じゃない、社会って簡単じゃない、もっともっと複雑なものなので、その複雑さを改めて意識してみるのも必要なのかなと思って、こんな紫のネクタイになってます。はい、他はじゃあよろしいですか。では以上で記者会見を終了します。どうもありがとうございました。